勇敢な海の戦士に俺はなる。メリーゴが直せねえ。一方、その子金を取った奴らはまだ近くにいるはずだ。絶対に取り戻さねえと。入手も止まったけど今は旅先だ。何が何でも奪い返さなきゃならない。なに
だって。くそ、絶対渡さねえぞ。残念ながら世間じゃ海賊から何を奪おうと罪に問われねえのよ。ウソップ、息はあるか、チョッパー。船はよ、乗り換える。ラガリボス、どんな目にあっても後悔するな。ラガリボス、お前が望んだ結果だ。殺す気でもいいよ、帰り討ちにしてやる。俺には8000人の部下がいる。命が惜しければ今すぐ降参しろ。お前にそんな部下はいねえことぐらい知ってる。ウソップ、よし、やるか。まったく。
奴らがアイスバーグさんを襲った一味か。嘘ね。見逃してくれる雰囲気じゃねえんだ。ロビンちゃん探さなきゃいけねえ。街中に広がってる。むやみに動くわけにはいかねえ。まだ静かだ。あそこで情報を集めてみよう。いきなり乗り込むには守りが硬すぎる。騒ぎを起こして職人たちを引きつけるんだ。フランキーとかいう野郎がやったみてに目立つものを破壊せば注意を引ける。
心とは思えねえ。もう一度会って話すんだ。うまくいったか。調子で騒ぎ起こすんだ。
レーラカンパニーってのは一体何人いるんだ。ウルトラの歴史は破れちまったのか。こうなったら俺たちが食い止めるしかねえ。もう現行犯の基礎もねえ。ラエラカンパニーに侵入せず。ロビン、古代兵器プルトンの設計図。の力だ。我々 CP9 は皆得得している。我々 CP9 は勇敢な海の戦士に俺はなる。俺の秘密基地に押しかけて襲ってくるさ。何が目的だこれ。南極満月に話せ。俺たちの本職は世界政府の諜報部員。お前にはこの意味がわかるはずだ。ここへ来た理由もな。おい、巻き込んで、すまねえ。どうなってんだか分かんねえが、今は協力した方が良さそうだな。愛するバーグは元気か。殺した。なるほど、ここはかつての造船会社。
ボスワーカーズの本気だ。人の思い出に、そこで踏み込むもんじゃねえぞ。フランキー、我々はもうすべて知っている。お前の本当の名は、カティーフラン。8年前に死んだと言われていた、ホームのもう一人の弟子だ。どうやって調べたか知らねえが、見事なもんだな。古代兵器プルトンの設計図、こっちへよこせ、フランキー。てめえらに渡すもんはねえよ。許してやろう。大大臣その時間だ。連行する。